こんばんは、山下さくらです。昨日今日とやっと体に感じる地震が起きてないのでほっとしてるところです。まあ、もしかしたら寝てる間に揺れてたりしたらちょっとわからないんですけれど、一昨日まではね、毎日のように本当、地震というか余震ですよね。余震も地震ですけど、揺れてました。でひどい時なんか1日に2回3回あったりとかね。もう多分なんだろう、なんかあれ今揺れたみたいなのもとりあえずは昨日今日あったんですけど、それももしかしたら PTSD の影響なのかなとかも思いつつ、多分地震ではないでしょうって勝手に思い込んでます。はい。でですね、本当は今日ラジオにする予定ではなかったんですけれども、急遽ねちょっとびっくりしたことがありまして、これはちょっとラジオで皆さんにお話ししなければと思いまして、急にねチャンネル登録者数が増えてしまってちょっとびっくりしています。多分ですけれど、たまたまね、本当にもともと八代亜紀さんの船歌をあの日にアップする予定だったんです。でアップする予定だったその日だったかな、前日だったかなに亡くなったことを母から聞いてびっくりして、で多分それの影響もあって船歌の再生回数もものすごい爆上がりしてまして、でありがたいことにって感じなんですけれども、八代亜紀さんびっくりですよね。もうなんか大御所の演歌歌手の皆さんが悲しまれてる姿がすごい想像できるんですけれど、はい。で100回記念、200回記念ってやってきたんですけれど、今現在ね299人なんです。でね、300人達成、まだもうちょっと先だななんて思ってたんですけど、いきなりね急に299人っていう数字になってしまったので、今焦っててどうしようどうしようって、まだどういう動画を上げようか、記念動画を上げようかって考えてなくて、もうこれ以上何をどう記念として残せる動画を出せるのかって非常に考えてるところです。はい。なんかね、もし希望の案とかあればって感じなんですけれども、お答えできない希望だったらごめんなさいですけどね。はい。話は変わるんですけど、今日ねすごい私の地域では大雪なんです。で雪も積もってマジかっていうぐらいなんですけど、もう一気に雪が積もっちゃって、で今日もうね歌のストックがないので、今日収録に行こうと思ってた矢先の大雪だったので、電車が止まったりバスが動かなくなったりってことになったらすごい困るなって思ってたんですけど、無事ね動いてまして、で行ってきました。もうついさっき帰ってきたんですけれど、帰ってきて、で今日本当は動画作る予定ではあったけど、あーでもなーと思ってラジオにしました。一応ねその雪のすごい状態を電車の窓から撮影してきたので、そちらの動画もねまた後日アップしようかなって思ってます。もうね雪っていうか吹雪いてましたね。めっちゃ吹雪のようで本当にやばかったです。もう今ねストーブ焚いてもう温まってるとこですけど、また手足がね凍ってる状態です。はい。でね、まだこんな声なので、もうなんかハスキーでもないしガラガラ声っていうあれでもないのかもですけど、地声がねちゃんと出せない状態、裏返っちゃうっていうか、そんな状態で歌もちゃんと収録できるのかなってすごい思ってたんですけど、なんとかね、なんとか今までみたいにガラガラ声だろうが声裏返ようがなんとか歌うことはできました。ただねちょっとあまりにもひどいものとかはやっぱ歌い直したりとかってさせてもらったんですけど、一曲に対してね何度もそれをやっちゃうとやっぱ収録数がすごい
少なくなってしまうので、まあ、のでというか少なくなってしまって今回もまたそのうち行かないとなって思ってるんですけど、あともう一曲ね、明らかに歌詞間違えたって思ったんですけど、もうそのまま押し通して最後まで歌い切ったんですが、まだ今日収録した曲全部聞き直してないんですけれども、その歌詞を間違えた曲もね、聞いてみて、最初から最後まで聞いてみて、おかしくなければまあそのまま押し通してアップしちゃおうかなって思ってるところです。まあね、前から聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけど、私のチャンネルって他のね YouTuber さんたちがちゃんと歌われてるのをアップされてるのとは違って、友達感覚でこうカラオケ一緒に友達と行って歌って、あ間違えたって言いながら歌ってる子とかもたまにいるじゃないですか。歌詞間違えたり、みたいな、出だし間違えちゃったみたいな。まあそんな状態でも私は身近に感じてもらえる感じで、あんまりひどくなければ上げてる状態なんでね、はい、それをご理解いただけたらと思います。まあそんなチャンネルなんです。そんなチャンネルなのに300人になろうとは本当にありがたいです。一応ね年内500人を目指してます。なんかね500人から収益化ができるようになったみたいなんでね、まあ、500人になったからといって再生回数も条件に入ってくるので、再生回数はね、私の動画って2、3分の動画がほとんどじゃないですか。なので全然足りないんですよ、再生回数が。そこをねまた500人達成したら今度は再生回数を目指すっていう感じにはなりそうなんですけど、とりあえず今年年内には500人いけたらなとは思ってます。ということで今、まあ、299人なので300人としても、まあ、200人、あと200人年内いけるかどうかってところなんですけどね、恐ろしいですが。去年はね1月16人でした。1月に16人で放置してたこのチャンネルなんですけど、1月から、まあ、1月の途中半ばぐらいからかな、本格的に活動し始めて、でその16人からここまで人数が増えました。まあ、それを考えたら年内500人いけるかなとはちょっと思ってるんですけどね、もしかしたら500人超えてくれるかななんても期待してますが、まあ、私が頑張らないとどうにもならないことなんですけどね。はい、そうですね、まあ、そういうことかな。あとは一応ねこの雪がどこまで降るかなんですけどね、っていうのも明日実は会社のねお世話になった部長さん、年末で辞められて、で明日送別会も兼ねてのお食事会を行うので、そちらに参加する予定なんです。またねこのまま雪が降り積もって、まだ今も降ってるので電車が止まったりしたらいけないし、行けても帰ってこれなかったら怖いしっていう状態でもあるんですけど、まあ、その部長さんにはねいろいろお世話になったので、やっぱね喘息で苦しい時とか会社からお家まで車で送ってくださったりとか、コロナの時もなんかちょっと会社でね熱っぽいなっていう時に帰った方がいいんじゃないって言って送ってくださって、結局コロナだったっていう感じだったんですけど、まあ土砂降りの時とかはね会社から駅まで迎えに来てもらったりとかもしたし、いろいろと本当お世話になってるのでね、その部長とはね今の新しい会社に私がなってまだ1年9ヶ月ぐらいしかその部長とはお仕事してないんですけれども、それでもねやっぱお世話になった方ですし、なんか寂しいなって思いますけど、そんな感じで、私は過ごしてますどんな感じなんだよって感じですけど、はい、今日の話は以上です。300人いったらどうかどうしよう。それではまたお会いしましょう。